Break time。 はい、どうもこんにちは、ロクセブルです。今日はですね、なんかハンドスピナーのなんか紹介動画みたいなのに、なんか急にこうやってなんか男の人が回し出して、でなんかあれこの感じでウィーって、この指ないと思ってウィーって言ってブーメランみたいに飛ばしてる人がいたんですよ。できるわけねえなって、もう この手の回転力だけでさ、こんなウェーなんてできるわけないですか。ね、ハンドスピナーのね、もし、うわ、飛ばせるんだ、すげえと思って、ちっちゃい子が買って、飛ばせなかったらどうするんですか。なんか、飛ばせなかったみたいな、そんなかわいそうな、ねえ、ちっちゃい子供の気持ちをね、考えてください。というわけで今回ですね、もうね、その動画作ったやつに戻ります。オールも作って、先行のキャラで、今回はこちらのハンドスピナーを宙に浮かせるというトリックをやっていきたいと思います。さすがにハンドスピナーを床に叩きつけるのはあれなんで、段ボールにもなっていきます。いきますよ、これですよ、これをこのまま、おいやばい、床に、でも帰ってこねえじゃん、これで飛ぶかなと思ってやって、今僕みたいにハンドスピナーを傷つけてしまうんですよ。なんでもう嘘はつかない方がいいと思います。というわけで早速飛ばしていきましょう。まあ普通には飛ばせないんで、用意するものはこちら、ハンドスピナー、白いと白ハンテープだけです。それでは作っていこう。まずは自分が好きな長さに糸を引っ張り出します。で、本当は白い糸じゃなくて、じゃねえ、はい、釣り糸とかでやりたかったんですけど、まあ、うちは釣りやってないんで、はい、の白い糸であります。見える、これです。で、これをどうやってハンドスピナーにつけるかっていうと、まずこちらの指で挟むこちらの丸い部分ですね、ここにはい、この先っぽ見えるかな、これをこう乗っけて、でセロハンテープで一回ここを固定しちゃいます。ベッド、そしたら今こんぐらい、はい、こんぐらい腫れてる状態ですね。ですが糸が、はい、ちょうど中心に来てないので、わかります、これを中心に来るように一旦剥がします。ちょびっとだけね。で、中心に来たらこの若干剥がれてる状態でカバーしてあげる。するともう糸がほらこんな感じで大体中心へ行きました。そしたらもう片方の糸を誰かに持ってもらうとかなんなりしてどっかへ取り付けるだけです。はい、というわけで早速やっていきましょう。ここにハンドスピナーあるの見えるよね。はい、それじゃ回します。イエスイエスじゃね、おー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 、よかった。嘘つきの動画はこれでこの回しちゃって、見て、やばい、糸がちっちゃいな、これでウィーッと入ってこれ一周させたんです。ハンドスピナーを浮かせる方法です。これ以外の方法はもうドリルとかで回転力を上げるぐらいしか僕は思いつかないです。あとは重りの部分とかを羽にするとかやらないけどね、はい、これが一番簡単なトリックじゃないかなと思います。というわけで皆さん、こういうトリックね、騙されないように気をつけましょう。というわけで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。